東急5000系電車学南鉄道5000系、電車学南鉄道5000系電車は、学南鉄道で使用されていた電車。東京急行電鉄初代5000系を譲り受けた車両である。5000系吉原駅1981年頃5000、系学南富士岡駅5000系、車内2000年頃学南鉄道で使用されていた、旧型車両を置き換えるため、 1981年に、東急から5000系8両の譲渡を受け、モハ5000系区波5100系の2両を編成4本として導入された。譲渡にあたっては、長津田車両工場で改造工事が実施された。先頭車が不足したため、制御車は、中間車の先頭車化改造によりまかなわれたものの、新設された、運転台及び、全面形状は、 制御電動車に準じたものとなっていた。制御電動車の向きについて、東急時代は、奇数番号車が渋谷向き、偶数番号車が桜木町向きだった。しかし、学難での使用にあたっては、公衆輸送の学難到着時にすべて学難への向きになるよう揃えるため、編成によって公衆輸送の経路を変えた。 すなわち、元奇数番号車のモハ5001.5004を含む編成は、八王子、新宿、新鶴見経由、元偶数番号車のモハ5002.5003を含む編成は、八王子、新座、梶じがや、新鶴見経由とされた。よって、床下機器の配置やジャンパ線、エアホースなどは、元奇数番号車と、元偶数番号車とで反転した形になった。 がえって、制御付随者も、これを見越して、戦闘車化改造されたため、区ハ5101.5104は、すべての客用扉が、連結面方向に開くが、区ハ5102.5103は、運転台の新設にあたって、扉の勝手を反転させたため、新設前面によりの、扉は、連結面方向に開き、中央と連結面によりの扉は、 全面方向に開くことが特徴である。その他の改造内容は、全面灯のシールドビーム一灯か、通過標識灯や、急降察雑しの撤去などである。外装は、学難鉄道に移籍して、以来、同社の在来者に準じた、インターナショナルオレンジ地に細い白帯を草花に巻いた、塗装で、通称、赤ガエルと呼ばれた。また、運用末期には、引退を記念して、 モハ5 0 0クハ5101が、東急時代のライトグリーンへ、塗装変更された。在来の旧型車を一斉に置き換え、学南線の旅客用電車は本形式に統一された。これにより、特に電力消費量が著しく改善され、電力会社の契約電力量を、ワンランク下げることができたというエピソードがある。 長らく、学南鉄道の主力車両として使用されてきたが、老朽化の進行により元京王電鉄3000系を改造した7000型に置き換えられ、1996年に定期運用から離脱し、1997年12月22日には、青ガエル塗装車が引退、2006年には予備編成も除籍されて、形式消滅した。 その後も長らく解体されず、ひな駅学南富士岡駅間の貨物ヤードには5千一点5 0 0 3編成が学南富士岡駅構内には5002.5004、編成の4編成すべてが留置されていた。しかし、雨風にさらされて、塗装剥離や腐食が進み、2008年の夏にすべて解体された。ありがとうございます。